ブロック寿司、はい、これ面白いな。面白いです。これ絶対もう今でもゲームセンターに置いてるもんな。ボロボロのあったりしますね。うん、なんかこれは吹けへんゲームやな。これ得意な人いますよね、芸能界に。おんの？芸能界で？芸能界でめっちゃ上手い人おんの？はい、な、大山信代さん。大山信代さんでしたっけ、めっちゃ上手いの、うん、ドラえもんの声。あー、ずーっとやってられるんですよね、これを。へー、もうドラえもんいらんねや。もうそれぐらいなんじゃないですか。で、引っ張られてドラえもんの声やりますよって言われて、はいはいっていくぐらいのハマりようだと。で、あらら、いいよね。いや、のび太くんたらーって、ひときわそこに感情こもりますよね。バラバラッパパー、アルカノイドーなんぼ好きやねん、言うて。まだやんのんかい。あの隙間にカタ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 って、あれ気持ちええな。あれみたいですね。あれ気持ちええわ。あそこ入って、当分歌んでいいっていう状態気持ちええよな。気持ちいいですね。これ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 。ああ、いいですね。ああ、戻ってこないで。たま見ながらお酒飲みたいな。あ、ない。コントローラー握るか。ああ、握らんでよかった。みたいな感じで。一晩飲みたいな。おー、増えた増えた。わあ、これになったらもう、難しいなるよな。難しいですね。これ上手いやつもおんねやろな。いや、いますよこれ。あ、結局1個になった。見捨てたんですね。あー、うまい。あー、これ気持ちええわ。あー、横行った。あ、もう途中で面食りなんや。面食りなんねや。あー、これ気持ちええな。こんなゲーム、あの、知ってた？え？大阪のゲームセンターで見てんけど、はい、なんかツタンカーメンみたいな、はあ、あのブロックやねんな、はい、で潰れへんねんブロックは、はい、でこっちから弾を入れてその裏側にカラ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 って入ったらその壁に当たるたんびに点数が上がっていくっていう、ブロック自体は全然なくなれへんのよ、はあ、そういうゲームあって、え？すっげえ魅力的じゃない？いつですかそれ。え、でも最近行ったで、何年か前に。あ、そうなんすか。2000年代になってから行ったゲームセンターで。なんでしょうね、そのツタンカーメンっていうの。うん、あのモアイじゃないけど、それがブロックで形になってて、その裏側にずっとカラ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 って、ピンボールみたいなことやね、点数の増え方としたら。あ、この裏に生かすだけのゲームすげえ面白いって。どうなんの？はい。え？ドラえもんが出てくんのかな？いや、おかしいでしょ。なんも一緒なんですか、最初から。あ、ね。ああ、そうですよ。あ、これ持ってた。持ってました、これ。持ってた。2メガビットやっていうので勝った。これ言うたら一番すごいロールプレイングゲームですよ。そうなの？何していいか全然わかんないですもん。うん、分からへんかった。2メガっていうのに惹かれて買ったけど、全然分からへんまま、何もせへんまま終わったと思うな。で、セーブもしてくれるんですよね。パスワードじゃなかったと思うんですよ。うん、ほら。ああ、そうそう、バッテリーバックアップ機能。うん、だって主人公がなんか荒廃した地球よりハンバーガーが食べれないことをずっと言ってたと思うんですよね。全然覚えてへん。よう知ってんな。なんかあるんですよ、確か。平井ゲームばっかしてたやろ。まあそうですね。あとちょっと竹藪にエロ本取りに行ったりとかしましたけど。俺近所に竹藪なかった。まあ都会ですからね。そうさんとか言うても、空き地とか行ってたな。線路空きとか。線路、あ、春日。あ、ほんまですね。これスイカ頭ちゃいますの？春日のゲーム。春日ですかね。なんて今のゲーム、春日のゲーム。言っちゃいますよ、キョンシーのやつ。あ、キョンシーか。はい、オードリーの春日みたいだったな。そうですね。何これ、またロープレイ。ロープレイですね。当時ドラクエ3ぐらいの時かな。へー、すごい名作やって言われてたみたいですよ。うわ、悲しい。あ、ラゴンのやつ。これ自分で戦わなかったりもできるんですよ、確か。へー、安倍さんのお父さん亡くなった。
うわ、何これ。アクション、アクションですよ。アクションなんや。はい、コマンドでいけへんねや。そう、やり合うんですよ。試練的なことかな。うまくやれば、こう、うん、なんでしょうね、強いやつとも、あ、渡り合えんの？渡り合えるし。レベルが違うかっても？このなんか周りにおる奴らに戦わせる、うん、へぇ。自分戦わないみたいな。うん。もうできんねん。できます。で、自分戦わなかったら、あの、経験値入らないんですよ。あ、じゃああかんやん。そこはだから、あの、こいつは俺倒すわな、みたいな感じでないとダメなんですよ。うん、最後にやっつけたのが自分やったら入るとかでもない、ね、ないんですよ。自分が倒した分しか入らなかったと思います。ああ、これですね、多分。傭兵システム。先に行っちゃいましたね。重戦士とか。あ、ほんまや。これ便利ですね。めちゃくちゃ便利ですね。めちゃくちゃ便利やな。今で言うと、あの、作戦でガンガン行こうぜみたいなことや。そうですね。いや、だからもう、これが一番人気出てたら、うん、これがメインになってた。あ、ロープレの、はい。主流がこれになってたかもしれんってことや。そうですね。出へんかったんや。はい。何このゴールドライターみたいな道。これゴールドライターっていう説明します、これ。なんか石畳とかでいいじゃないですか。ラインストーンみたいな。まあまあ綺麗ですけどね、そうだったら。うわー、知らんわ。京都に外人さん来はった。すげえな、耳とか目とか電話とかある。アドベンチャーでしょ。うわー、コンポダブルカセットやん。レコードとダブルカセットや。ジョッシュのキャサリン。外人さんや。あ、レースモンもあったんや。知らんなこれ、ね、15本目って書いてましたね、タイトの中で。タイトの中のファミコンシリーズ15本目。全然 F1 ちゃうやん。 おっとっとっと。はやー。おほほほ。あー、エンジンとか上げていくやつや。あ、 F1 になった。明るいな。おお。ほお。部品買い替えていくのいいね。やっぱ出るんですね。2。どうなんねやろ。ブロック動くのかな。あー、上に敵がおんねや。音気持ちよくなってるね。あ。あー、これ面白そう。なに今の。何それ。あー、作れんねや。あー、いいっすね。お、あ、チョコボール出してる。危ない危ない。おー、拗ねてるね。ちょっと顔拗ねてるね。あ、これ漫画のやつかな。不動明王って。いやー、やっぱ刀のこう回し切りの感じはもう、ずっと。やっぱそうなんですね。影の伝説の続編みたいなもんなんですって。そうやな、動き方似てるもん。ああ、ここが似てるね。気に乗っかってみたいな。これお兄ちゃんは買ってない。買ってないですか。うん、もうゲームに興味なくなった時代やね。あ、お兄ちゃんが。うん、お兄ちゃんその携帯ゲームとかあるやん。はい、丸い円盤の電池で動く昔のやつですか。液晶のやつとか。はいはいはい。うん、あんなんとかやっててイライラしてたらバーンって液晶にエルボー入れたりとかする人やったから。お兄ちゃん大丈夫ですか。今も3人の子供の親ですよ。あ、そうなんですか。そうですよ。有野さんとは正反対。全然違うよ。有野さんの、高橋さんの方がゲームセンター CX やったらもうすぐ終わったんじゃん。パロパロ。ファミコン何台もいると思うよ。すごい、アイドルチームですよ。すごいな、ね、ミニスカートみたいに履いてる。ガリクソン、これガリクソンです。ガリクソンって誰。え、ガリクソン。ガリクソンっておったの。おったんでしょう。僕野球詳しくないですけど。ハーパーって誰。あ、ガリクソンおったんや。あ、やっぱ野球選手。あー、乱闘ですよ。すげー、
乱闘ある野球ゲームってないんちゃうの。あ、買った。あ、そういうのもあるんですよね。乱買ったらどうなの。あ、乱闘って勝ち負けあんの。それで1点とかっていうことじゃないですか。あんのかな。あ、ないんです。ないんです。なんや、乱闘でなんか買った方がちょっとじゃあもう二塁打まで行っていいですわみたいな。そんなやったらめっちゃ乱闘しますやん。押し出し1点ですとか。イチローの何千本安打もほぼ乱闘で勝ち取ったものみたいになるでしょ。あ、そうなるか。そうだ、これ面白そうだな。レインボーアイランドですね。タイトーやっぱりキャラが可愛いっすね。可愛いの作るね。ホッとしますわ。あ、虹使うのええね。お、いいなこれ。これどうなってんだよ。何がどうなってるゲームか分からへんけど、なんかええな。まあ、なんかね。虹をどうしたいのかが全然分からへんけど。虹ゴンゴン出しておるんですよ。ゴンゴン出してんねんけど、なんか急に落ちてきたりもすんねんな。なかなかに。なんか聞いたことありそうな音楽やけど、なんやろうな、これ。多分この曲なんでしょう。オーバーザレインボーっぽいねんけどな。ああ、たん、ああ、そうでしょうね。うわ、何それ。あれ買った。なぜなぜだ。わかんない。寿命かな。助かったな、じゃあ主人公。よかったですね。ボビー君がいます。なんかもらったよ。どっちがボビー君だ。ボビーとバビーですよ。あ、そうだ。レッドビッグダイヤもらったね。おお。お、な、あ、やった。こ、なんだ、なんだ、ね、お寿司や。エビフライ寿司。おお。ジャンプ力すごいな。すごいですね。虹いらんかもしれない。おー。ああ、可愛らしいね。やっぱ、タイトーは可愛いキャラ、ね。作んねや。作る、うまいんですよ。昔から。影の伝説なんかそんな可愛くないでしょ。そこ可愛かったらおかしいでしょ。は、影の伝説じゃなく、影のレインボーみたいなことにすると可愛くなるんじゃないですか。影か虹かわけわからん感じになってるやん。いつの間にか台東のロゴ変わりましたね。え、変わったの。変わってますね。あ、全然気づけなかった。すごいな。あ、これ国原さん多分知事だと思うんですよね。どげんかした。何これ、何なんでしょうね。あれ、風雲竹市場って体力ゲームじゃなかったっけ。そうですね、竹市場は竹市場であったんじゃないですか。あ、戦国風雲寺か。はい、風雲竹市場じゃないのや。別のゲームなんですよ。稲川淳二さんかな、これ。こんな顔でしたっけ。ヒゲイコールみたいなことになってません。ブラザートムさんとかじゃないですか。わ、わわわ、これは誰や。これはあの人ですよ。ジョー・ミチル。ジョー・ミチルもっとおっと男前やったんちゃいます。誰や。妻目玉目さんちゃいます。目玉目さん、ああ、やっぱよかった。そうなってくるともう一回見たいな今の人。似てたかな。後で出してもらいましょう。ホラー、ホラー話す人。おおおおお、なんで王なのここ。